どうもしゅんです。こんにちは。僕は今月からサイバーエージェントの CR25 という場所で働かせていただくことになりました。よろしくお願いします。どういう経緯でこういうことになったかっていうことと、具体的に何をするのかっていうことと、今後どうしていくのかについてお話できたらなっていうふうに思っています。サイバーエージェントも新卒入社で受けて普通に落ちたんですよね。進路としては企業に就職をせず、今の自分の会社を精一杯頑張ろうっていうふうに思っています。3年以内に日本一の影響力を持つキャリアのメディアを作ろうっていうふうに思っています。で、この事業を上場レベルまで持っていくためにいろいろ課題があるんですよね。大きく2つあって、そのビジネス面で売り上げを伸ばしていくっていうことと、クリエイティブ、その制作部門でちゃんといい動画を作り続けれる体制を作ること、2つの課題があるんですけども、大きくこの2つを学びたいっていうことが志望動機でした。 CR25 を見たことある人ならわかると思うんですけど、すごいためになる情報であったりとか、面白いコンテンツがたくさんあるんですよね。そういうクリエイティブないいコンテンツっていうのはどのようにして作られているんだろうっていうことを勉強したかったです。なので、そういうビジネスな面とクリエイティブな面、どっちも学べたらいいなっていうふうに思っています。あ、ちょっと恥ずかしいな、見られたくないな、この動画を。CR25 の人たちに。新卒入社で落ちたのに、なんで働けたかというと、CR25 はサイバーナウっていう会社の事業なんですけども、そこのサイバーナウの代表の方に、こういう理由で、まあ、関わらせてください、働かせてくださいっていうお話をさせていただいたところ、いいよって言っていただいたので、こういう形になりました。だから、この間、新卒採用で落ちたのは、紛れもなく事実で、嘘ついてたというわけでは全然ないです。本当にちゃんと入社試験を受けて落ちました。普通にアベマタワーとか通うのはめちゃめちゃ気まずいなっていう気持ちもありつつ、楽しく通おうと思っています。なので、サイバーエージェント関係者の皆様、もし社内でお会いすることがありましたら、温かい目で見守っていただけるとありがたいです。具体的に何をするかっていうと、 CR25 の YouTube チャンネルがあるんですけど、そこのお手伝いであったりとか、自分自身がインタビュアーとなって企画を立てて取材させていただくみたいなこともさせていただく予定です。まあでもそれだけじゃなくて、まあ他に貢献できることがあったらさせていただきたいなっていうふうに思っています。実際に働き始めてから今日5日目なんですよね。めっちゃ楽しいですね。会社に入って働くのってめっちゃ大変なんだろうなって思ってたんですけど、楽しいとかワクワクするっていう気持ちの方が大きいです。週5で朝の会議とかは出席してるんですよね。会社ってこんな感じで回ってるんだっていう風に思いました。あ、すごい薄っぺらいな。社長がいて、事業部長がいて、その中にそのクリエイターの方とか営業部の方とかがいて、で、ちゃんとその報告が行って組織が回ってるみたいなのを間近で中から感じれて、めちゃめちゃ楽しいです。会社の中のその目的みたいなところが全員に共有されてることがすごいなっていうふうに思いました。まあ、もしかしたら他の会社とかもそうなのかもしれないけど、その CR25 は社長であろうが部長であろうが社員さんであろうが、同じ方向に対して走っているっていうことが、なんか共通認識というか、同じ目的を持って走っているっていうことがすごいなっていうふうに思いました。どうしても人が増えていくと、走る方向とかそれぞれの目的とかがどうしても違ってくると思うんですよね。でもその中でも同じ目標を見て一緒に走っていく、束になって戦っていくという体制ができているのがすごいなっていうふうに思いました。関わらせていただくからには貢献したいなっていう気持ちが一番にあるんですけども、自分自身のキャリアとして会社を大きくしていきたいっていう気持ちももちろんあって、で、そのためには、この取材の動画もそうだし、いい動画を作ったりいいサービスを作って会社であったりとか、その視聴者の方に届けるっていうところまでいろんなことを勉強しなきゃいけないなっていうふうに思ってるんですよね。なので、この経験を通じて自分たちの活動の幅も広げていきたいなっていうふうに思っています。CR25 の編集長の渡辺さんです。どうも、よろしくお願いします。旬大ってことはもともと知ってましたか？就活 YouTuber ってね、人がそんないるわけじゃないかもしれないけど、一番目立ってるなっていう印象があった。ありがとうございます。渡辺さんが一緒に働きたい人ってどういう人かっていうのを、働くにあたってお聞きしておきたいなっていうふうに思うんですけど、野心があって、素直なやつっていう、野心がないと結構損しちゃうんだよね、あの組織だと、ただ素直なだけだとさ、あれやってこれやってって言われた時に、まあ何でもやりますとかって、それは組織的にはありがたいんだけど、自分の評価をさ積み上げていくことができなくなっちゃったりするから、でも野心だけでもないんで、コロコロいろんなさ業界の市場が変わってるじゃん、その時に素直さがないと、これやめて次これやろうとかっていう、その早い意思決定にちょっとついていけなくなっちゃう。
今困ってることとかってありますか？動画周りはこれから頑張っていきたいジャンルだったんで、ただそこで取材をねちゃんと面と向かってできる人って実はそんなにいなかったりするというか、特にこう動画に出れてっていうのがあるから、まあ旬がその辺を頑張ってくれるのがめっちゃいいな。 ありがとうございます画面に出れるやつってなかなかいないんで。あ、そうなんですね、うん、それはね、なんか能力のあるないっていうか、なんか適性というかね、はい、ある程度も自分をさらけ出せたりとか、そこはすごくいいと思う。あ、慣れてるからね、多分絶対。いや結構僕その適性はそこまでないなとは思ってるんですけど。なんか会社ってこんなに楽しいんだっていうふうに思いました。なるほどね、はい、いつもねその狭いところで男だけで、男で7畳でも8人ぐらいいる密の空間から、ね、こんな広々として綺麗な方がいっぱいいる空間で、そう、ね、すごく空気が綺麗だなっていうふうに思いました。綺麗っていうかね、まあ、多分顔つきがいいんだと思うんだよね。顔つきがいいって大事だよね。そうですね、大体似たような顔つきの人が集まると思う、会社って。僕らのチャンネルのコンセプト的に、そのキャリアの選択肢の幅を広げて踏み出す一歩の勇気を後押しするっていうコンセプトでやるために、自分自身がそういうロールモデルとなって、いろんな働き方とか、まあ正社員っていう形ではなかったんですけど、結果的にこういう形で CR25 という大きいメディアに関わらせていただいて、少しでも貢献できるように頑張りたいなっていうふうに思っています。ぜひ、はい、よろしくお願いします。ついに始まった副業1日目、企画会議や撮影の打ち合わせ、そして CR25 の実際の撮影に参加。果たして旬は会社に貢献できるのか、副業1日目もぜひご覧ください。